すいません、ありがとうございます。これもうなんか30分ぐらい寝てたから、多分今から元気出ます。暴れるかもしれない。でも午前中寝てましたもんね、ずっとね。やっぱり落ち着くんだよね。ラスト。お前は本当に。インタビューのラスト。ちょっとむくんでるね。ちょっとむくんでますね。ちょっとむくんでますね、これね。お風呂みたい。ねえ。あ、すみません、ごめんなさいね。今日は出てないです。でまだ夜はまだこれからなんですけど、朝は出なかったですね。むくんでるとこが一箇所あるんですよ。そうなんですか。むくんでるとかなんか。ちょっと先端がそうですね。これはどうしてですか。だから循環が悪いんですよね。そうだ。この耳の先がちょっと膨らんでますもんね。こっちは大丈夫なんだけど、こっちの耳の先。あ、本当だ。朝もっと膨らんでましたよ、そういえば。じゃあちょっと収まったんですよね、うん、ちょっとこちら来ても、ちょっとこの子も教えてもらっていいですか。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、すいません。待って。
ます。せーの。はい。冷たい？冷たいよな。冷たい。冷たい。はい。はい、エリコちゃん。はい、お疲れ様でした。はい。はい。だいぶ音痴が出るようになりましたね。これ先端ここ赤くなって何なんですか？この先端ね、まだ少なくて炎症ですね。炎症ですか？そうなんだ、そうね。じゃあそのまま入院します、うん、はい。頑張って。